おはようございます、翔吉です。さあ始まりました、大物になりましょう。この番組はまだまだ小物の翔吉が何か一歩踏み出して大物になろうぜという番組でございます。先月ね、1ヶ月相手の久しぶりの静岡、私ね岐阜県に住んでいるのですが、片道3時間かけて、やってきましたよ。前回はなんと見せ場なしというところで、ちょっとね悔いがね残っている実践になっているので、今回はなんとか見せ場を作って少しでも大物になれるように頑張ってきますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは入場です。大物になりましょーい。おはようございます。さあ入場でございます。ちょっとね特殊な抽選で、全体人数の正確なやつはわからないんですけども、僕の抽選番号は299番、結構後ろの方なんで、正直ね何が空いてるかがわからないっすね。今日のね狙い台は6号機の寝台というところで、ちょっと空いてる6号機の寝台なんかも打てればいいかなと思ってます。何が空いてるかな。あ、いいよ。さあということで、取れたのは青森です、寝台、こいつね結構面白い台なんで存分に楽しんでいきましょう。さあということで、カメラのセッティングが終わったので僕も打ち始めていきましょうか。結構ねこの台ね面白いんすわ。早い。1ゲーム目かよ。今チェリー出たんですけど、後ほどご説明いたします。初めにご説明しますと、この台ですね、有力感の出玉ストップがないんです。はい、2400枚で切れたりとか、1500ゲームでストップしたりとか、そういうのが一切ない、シンプルかつ大胆な面白い信頼になってます、この青森。結構ね簡単にご説明しますと、リノータイプだと言われております。チェリーが出現したら、あとの第2リール、第3リール、第4リール、ここが卓となっております。でボーナスがこれですね、これも卓ですね。あとここ残念、ここは第4リールの卓を外したと。でそのボーナス高確率状態、お通りモードっていうんですけども、お通りモードは約 90% の連チャン率を持ってます。90% のループなので実質 100% ですからね、永遠に当たっちゃう。でこの本日収録しているスーパーコンコルドさん、1ヶ月空いてね、ちょっと久しぶりに来たんですけども、やっぱりね第一人気は番長3のコーナー、そして今日はね寝台のガロ、モンスターハンター、リゼロの A タイプのリゼロが人気でしたね。青森ももう9割ほぼ満台ぐらいは埋まってます。だから今回の目標は2400枚超え、これを目標にしていきましょう。今までの規制を凌駕するような出玉を追い求めてちょっと打っていきましょう。313ゲーム2枚目でございます。はい、チェリーは2回、約80分の1だとしたら引けてなさすぎる。遅れました。424、あ、外す、外すよね、投資15本です、ソロはねクソ面白いや、ソロはね。ただいま430ゲームでチェリー4回出てきてるので、100分の1ぐらいでは引けてると。とりあえず初当たりまではなんとか頑張ろう。遅れた。628、21本よし、ここソロやろ、多分呼ぶ位置。くそくそ、マジでムカつく、マジでムカつくんだか、超面白い。もう8回目スルーっすね、マジでムカつく。
くれました。709ゲーム23本、よし、せーの、よっしゃー、やった、取った、よかった、709ゲームっすね、23本、やった、取った、よし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 、ビッグボーナス130枚、レギュラーボーナスが70枚、ボーナスの打ち方は簡単ですね。予告音が出たら適当逆押ししてもらって、一番左のリールに赤7を狙っていただく、ただそれだけ。これで見えるかな、カリナちゃん、超巨乳の女の子、転落しなかったら結構引っ張られるんですけど、遅れた、チェリー、チェリーベル、まだいるってことだね、 OK、 28ゲーム、2連目ですね。これ7は狙わないとダメです、自動停止ではないです。ビッグボーナース、2連目、28ゲーム、いいよ。で、先ほどの初当たりはお酒の歌第一という歌が流れたんですけども、2連目から10連目まではオリジナル BGM が流れると、11回目はクラッキーコンドルの音楽、12回目はサンダー V、 13回目はアステカ、まだ解析が出てないんですけど、あのアメージンググレイズも流れるという噂もあります。目標の一つだよね、この泡盛を打って雨ぐれを流す。いや、雨ぐれ聞きたいな、雨ぐれ聞いたらさすがに大物になるでしょう。はい、行くぜ、2年目終了、どんどん行くよ。よし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 、11ゲームレギュラー、11レギュラーですね、3連目。はい、レギュラー、レギュラー、ビッグボーナース、8ゲーム取り返すよ、23本、よし、危ない危ない危ない、24、ビッグボーナース、万枚目出しちゃおっかな、このまま万枚目出しちゃおっかな、いいかな、よっしゃ、10年目終了、次当たったらまくれるんじゃないですか、これまだダメ、レギュラー、レギュラーじゃまくれんか、11年目、いい音楽でしょ、11年目終了、おーは、プラスマイナスゼロ付近までいった、次にボーナス当たればまくれるぜ、よし、28、レギュラーだけど多分負けたと思う、ビッグボーナース、足をまくりかけて、ビッグボーナース、14連目、でこのタイプなので設定差は初当たりしかないと思うんですよ。で、初当たりの、ケーキが、まあ、チェリーからじゃないですか、まあ、おそらくチェリーの出現率に全て設定差が入ってるんじゃないかなと思われます。まあ、よくある三択タイプの機種と一緒ですね、まあ、とにかくたくさん当てれば OK、 そして落とさずに連チャンさせれば OK、 マジで終わらん、マジで終わらん、マジ万倍出んかな、出してやりてー、うわ、44、終わってんな、終わってそうだな、終わってそうだな、すごい、ビッグ11回のレギュラーが7回、
1600枚ぐらい出たのかな、1600、1700枚ぐらいというシステムです。はい、というシステムなんで一通りの出し方を教えしました。なのでここから僕はこれをこう使えばここまで出るよというところをお見せします。網くれ流れなかった。まだ行ってね、開始2時間なので時間いっぱい頑張っていきますよ。もうはまらないでね。一応ね、このおー、なんでなんでまだいんの、102ゲーム、嘘やろ。そう、嘘やろ、おまだいた、嘘、嘘やろ、19連目。嘘、終わったと思ってた完全に。マジか、嬉しい誤算だな、完全に終わったと思ってました。だからね、終わったと思ってからもう気持ち多めに回しといた方がいいですよ、本当に。こういうことがある。やったぜ、当たりすぎやな。レギュラー20杯目よし、ちょっといっとく。よーし、1ゲーム目でレギュラーか、レギュラーか、レギュラーか、いいでしょう、いいでしょう。21連目、どんどんいくぜ。マジで2400枚超えよう。よーっしゃ、8ゲームレギュラー、 OKOK、いいよいいよ、全然いいよ。ビッグビッグビッグ、81ゲームまだいました、危ない、セーフ。これで次ビッグ当たれば15連なので、一応大花火の BGM が流れると。よーし、6ゲーム、大花火。ああ、これわかる、これわかるぞ。さあ行くぜ。早く当たってほしいんだが。当たってほしいんだが。お？なんだこの出目は。だよね、おかしいもんね。20ゲーム、26杯目マジでアメグル狙おうぜ。おお、びっくりした、なんだこれ、ビッグ確定。12ゲーム、ストップボタンが効かなかったっす。いいね、フリーズ。さあ27連終了。そして2000枚は悠々と超えております。つまり新しいね、6号機とかだったらここで、はい終わり、はい残念終わりですみたいな感じになるんですけども、この青森終わることはありません。転落を引かない限りは永遠に状態に居続けます。マジ一撃万倍になったら伝説になるぞこれ。16ゲーム、やっと見せ場作れる時が来たぞこの動画で。前回ダメダメだったからね、今回なんとかして頑張りたいよ。はい行くぜ、
危ないね、さっきのゼロマイヤーでも落ちなかった。マジで落ちんなこいつ。いやーすげえ。でけえな。3ゲーム。16ゲーム。31。31杯目終了。もうさすがに寄ってきた。あ、さすがに寄ってきたよ。31杯も飲むとね、ベロベロっすよこっちは。まだ行っちゃう？まだ行っちゃうかい？2800枚まで行きました。6号機じゃ無理だからね、途中で止まっちゃうから。あ、千葉流とかあの辺の機種はいけますけど。36ゲーム落ちちゃってる。いやでもな、100ゲーム超えてからもな、当たったしな、わからんよね。すごい、ビッグ20回、レギュラー11回、31連2800枚、一撃で出ましたよ。しかもまだまだ転落をしてない可能性もありますし、すぐにチェリーで卓を当てをすれますと、ここからつながると。じゃあね、今周りのコーナーちらっと聞きに行ったんですけど、バイオハザード、まあ、6号機のバイオハザードから六角が出たと。でここのホールさんの説明の出方として、1機種またはね、その機種ごとに2機種3機種と全台機をやるようなホールさんなので、1台バイオハザードから六角出たってことは、もうバイオハザードが当たりと思ってもいいぐらい。青森もな、悪くないけどな、分からんからな、設定判別が。多分チェリーぐらいしかないんで、判別要素が。もうちょっと様子見たいとこっすね。さあ、500ゲーム突破したんですけど、チェリーゼロ。え、マジ？さっき700ゲームで8回落ちてんだけど。31連の反動がこんなところで来るとは。遅れた、やっと来た。653、初チェリーチャンス。ダメー、ここで外してんだよ。あー、来てた。688、スルー。いくぜ。くっそーくっそー。よっしゃー、861、7回目のチェリーですね。はい、見ない。やー、くそー。第4リードむずい、マジでむずい。全部なくなる、値段は全部なくなるよ。さあ、ということで1000ゲームハマり突破です。おー、ちょっと待って、1000ゲームちょうど。あー、くそー。チェリーチャンスは10回。マジかよ、もう難しいな。朝一700ゲームハマって、で31連したじゃないですか。それがちょうどプラマイゼロに落ちるか落ちないかぐらい、ちょいプラのところまで一撃で落ちてきましたね。はい、こんな感じですよ、こんな感じ。ズゴーンって。はい、あー、また振り出しや。もうみない。あー、くそー、マイナス池に入ってしまったぞ。1500ゲーム突破です。まだ持ちメダルで戦えてるのが奇跡っすよ。マジどこまで行くんだろうこれ。遅れた。1738。よっしゃー。
あっぶねえ、マジギリ。1738よ、マジで2800枚あったんですけど、一撃の出玉もう本当に何百枚だ、300枚ぐらいしかない。頑張るぞ。 ありがとうございます。皆さんありがとうございます。すみません、皆さん、周りの水田さんが拍手してくださって、ごめんなさい、なんか申し訳ないです。取り戻すぞ、雨ぐれきいくぞ。ここから見といて、大物になるかがこの後で決まるから、まあね、普通の動画収録だったらね、俺プラスでやめてんだ、絶対やめてるんだよ。せっかくさ3時間かけて静岡まで来てマイナスで終わりたくないじゃん。でもさ、よし24出ちゃうがさ、出してくれてんだよ、やめた俺なんかをさ。だからちょっとでもいい動画にしたいじゃん。行くぜ2連目。不利になって初めてデちゃんの方で収録して動画アップした時に、いつね編集長から連絡来たんですよ。あれお前めちゃくちゃ喋れるようになってんじゃんと、やっと巣立ったなって言ってもらえたんですよ。そんなことないからね、今までいたさ会社からさ勝手に辞めて、で出戻りで編集、ね、収録してやっと巣立ったな、おめでとうって言ってくれたんですよ。だったら俺もいい映像でいい動画でお返ししたいじゃないですか。みんなで絶対に雨ぐら流すから、一気に取り返してやろうぜ。レギュラー3ゲーム10ゲーム止まらん、止まらんぞ。さあ4連4絶対終わらんから、マジで一滴もこぼすな、本当にこぼすな、全部飲み干すぞ。青森わあ20ゲーム終わってないよね、頼むよ、本当にお願いしますよ。はあお腹痛い、飲みすぎた、ああお腹痛いよ、胃がキリキリする。え、マジでダメなの、うわマジ30ダセー、単発とかじゃなくて4連が一番ダサい、この世の中で4連が一番ダサい。遅れたってことはよ、ってことはだな、落ちてるな、これ落ちてるな、遅れた、え遅れてない、幻聴が、さあ実戦終了です、お疲れ様でした。やったしやらかしたような一日でしたね。ということで、最終収支総投資23本、回収が0、マイナスは23本という結果になりました。僕の台こんな感じですね。さあ僕の実践データこんな感じですね、合計3400回転ぐらい回したかな。スランプグラフこんな感じ、朝一700ハマりからそうですね2800枚ぐらいつながって31連ぐらいしたんですけど、途中の1700余りで全て飲まれ、そして4連したんですけども、それも出玉が全て飲まれてしまったというような状況です。ということで、本日お邪魔したスーパーコンコルドさんの店内状況こちらです。さあこちら、僕が出た青森コーナーですね、結構ね設定判別は難しいっぽいんですけど、ほぼプラス域で終わっている、前代系で固めてくるようなホールさんなので、ここも間違いなかったんじゃないかなと思います。僕は負けましたけど、はい、
今日の一番強かったコーナーはバイオハザードですね。まあ、てっぺん確定画面とかも、ご報告いただけましたし、てっぺん2つねあるよっていうね画面もちょっと聞けてるので、今日は間違いなく、強かったな、このコーナーじゃないかなと。ここはね、いつものアクロスコーナーでございます。カウンター側ですね。ここは前代系ではないんですけど、いつも勝負できそうぐらいは入っているのかなというところです。まあ、その他にも今新しめの6号機、まあ、ノーゲームノーライフだったりとか、まあ、いつも通りのアクロスコーナー、そして番長3のコーナー、まあ、この辺を、前代系じゃないんですけども結構チャンスがあるような感じだったんじゃないかなと思います。じゃあ負けたよ、負けたんだけど、なんか気持ちはすっきりしてんの。もうやりきった感、逃げなかったからプラスで、あやめよとかじゃなくて最後まで逃げ切ったからね。ここもね、青森と言いたい、必ず打つと思います。次はねリベンジ目指して頑張っていきたいなと思っております。またね来れる日があれば、月に2回ほどお邪魔させていただきますので、まあ、静岡ユーザーの方はもしよろしければ一緒に遊んでくださいということで、次回の放送もお楽しみにしてください。さよなら、大物になりましょう。